どうよって言われてもな。人はそれをヘリクスとか逆ギレとか言うんじゃないの？何にしたってそのプリント終わらせないと帰れないんだろ。つまんないこと考えてないで手を動かせば。まあ頑張れよ。お前にはお前の、俺には俺のなすべきことがある。女の子ならともかく、男の手助けしたって俺にメリットはない。ああ、これエコンテだよ。完全無欠の人間なんていないんだよ。そりゃサラブレッドのお前に比べりゃ下手くそだろうけど、映画のコンテなんて何を撮ればいいかさえ分かれば。おっと、余計なこと言ったかな。英検で3年の追い出しやるんだけど、その時に上映するショートフィルムのコンテだよ。プロでも書かない人も多いけどね。俺はコンテ切ってる時に同時に編集してるんだよ。短いもんだからこそ、現場に入る前にきちんとポイントを絞っておかないといけないし。当たり前だよ。俺以外に監督できる人間いないもん、今の英検は。ところで、いきなり話は変わるんだけど、お前さ、D 組の宮村と付き合ってんの？部活やってる人間には、いろんな情報が入ってくるんだよ。本当かどうかもわかんないようなことまで。はぁ、何言ってんの。お前は他人じゃなくて、友達だろ。よし、こんなもんか。俺はミーティングあるから部室行くけどさ。けどさ、ヒロノ、あんまりかわいそうなことすんなよ。自分で気づかなきゃダメだからな。言わない。じゃあなー。ああ、そうだ。なんだ、こんな程度か。ヒロノは本当にバカなんだな。これで、一つ貸しだね。
先輩。先輩は居残りでもさせられてたの？いきなり喧嘩腰にならないでよ。海岸までの往復ランニングだったんだけど、みんな遅いから置いてきちゃったわ。私は一番走らなくちゃいけないポジションだから、このくらい速くなくちゃ話にならないんだけどね。なんだと？この野郎！な！違うわよ！なんで今更あんたに見とれなきゃいけないの？そうじゃなくて！教師だってなのか？お兄ちゃん？ヒロお兄ちゃんよね。どうしてあんたはそういうことを？そんなの私だって分かってないわよ。先輩が。先輩がだんだん違う人に変わっちゃうみたいな。そんな気がしてしょうがないの。それとももしかしてヒロノ君って不能？こわー。ふーん、割ともっともらしく聞こえるね。それは私のみぞ知る。でもさ、新聞とか雑誌の記事とかスクラップしてるんだね。さすが漫画家さん、ネタをストックしてるんだ。嫌な子供だね。私、今日学校行ってないもん。
ヒロノ君は重く考えすぎだよっと。ヒロノ君も帰ってきたことだし、始めようかな。今日は遊びに来ただけじゃないんだよ。ご飯作ってあげようかと思って。ヒロノ君、毎日犬の餌みたいなものばっかり食べてるんでしょ。なんで？それは何故に。おお、ヒロノ君が語りモードに入った。目に見えて痩せてきてるわね。仕方ないから私が食事作ってあげるわ。うんうん、それで？はあ、平野くんの手足が生まれたての子馬みたいに震えてる。口に合うかどうかは分かんないけど、食べられるものはできると思うよ。ものすごく私を信用してないっていうのはものすごくよく分かるよ。大丈夫だってば。それに、それに作っちゃえばヒロノ君は絶対食べると思うし、結構お人よしだもんね。
日毎日大変な思いをして、それでもやる価値のあること？やってみてダメになったら？誰から見たってヒロノ君は無理が過ぎてるよ。そうじゃないじゃないでしょ。そんなことない。一生懸命っていうのはそれだけで価値があるの。やりたいようにやればいいと思うよ。うまくいって心の底から笑えるか、失敗して痛い目に遭うか、どっちに転ぶかわかんないけど、それも面白いしね。頑張るのもだらけるのもヒロノ君の自由だよ。誰に何を言われたって好きにすればいいんじゃないかなって私は思うわけだよ。ヒロノ君は誰のものでもないんだから。いいね、そのひねくれっぷり。そういうの好きだな。腰を折るようで恐縮ですけど、ヒロノさん、平日の真っ昼間に何してるんです？男の子なら女の子を怖がってちゃダメじゃないでしょうか。今口に出してましたよ。気をつけた方がいいですよ。些細な一言が破滅を招くことだってあるんですから。嫌な予感って大抵当たるんですよね。言っておきますが、私はシスターじゃないですし、カウンセラーでもないので、悩みを持ちかけられても困るんですよね。何でも何もお仕事サボって油売ってるだけですから。ヒロノさん、いい感じに脳みそ湧いてますね。
思考停止に陥りかけてますね。若いんですから、今のうちに頭使っておかないと、そのうち後悔しますよ。問題を先送りにしても、どうにもなりませんよ、平野さん。学校と仕事と夢、それから女の子のこと、全部別のことなんですよ。どれか一つに手がかかるからって他のことをおろそかにする言い訳にはなりません。頭悪いですね。年上の言うことは素直に聞くものですよ。特に私みたいな優しいお姉さんの言うことは。そうでしょ、少年。それに実を言うと、また生意気な口を聞きますね。私ってあなたの先輩でもあるんですよ。それを言うなら OG でしょ。頭悪いだけじゃなくて物を知らないんですね、広野さんは。その手には引っかかりませんよ。誘導尋問で年を聞き出そうなんて。広野さん、学校は楽しいですか？音羽はいい学校です。限りある学園生活、サボるのはもったいないですよ。そうでしたね。ねえ、広野さん、ちょっとだけ先輩風吹かせましょうか。あなたが欲しいと思うもの、どれをなくしても後悔しますよ。いいえ、それ以上は別に。私はただ、ただ、あなたにそのことを分かってほしいんですよ。大事なものをなくさないために何をすればいいのか。そこからは、あなたが自分で考えることですから。